新茶のシーズンを迎え、静岡市の難波隆市長は今日、生産者などの声を聞くため市内の茶工場を巡りました。こんにちは。静岡市では先月下旬から一番茶の最盛期を迎えています。4月に就任したばかりの難波市長は今日、生産者などの声を聞くため市内の茶工場を訪ねました。問題は人がいないっていうのですね。あと賃金が払えないんで、やっぱり人を集められない。茶業関係者は人手不足や賃金の問題で生産量を維持するのが難しいと新市長に訴えました。どの工場工場でもやっぱり違うんですよね、それぞれ。だからそこをしっかり分析をして、これから何やっていいか、もうみんなこれ以上続かないというふうに思ってるんですよね。あと5年も持たないと思っているので、このままでは。だから今だからもう手をつけるしかないですね。難波市長は今日、1日かけて合わせて8つの茶工場を訪ね、静岡市の茶業が置かれている状況を視察しました。